Share. は、はい、ということで、はい、皆さんこんにちは。はい、ということでね、少しご報告なんですけども、先日、サムシティのスクールウォーズというね、学生代表決定戦みたいな予選に、神奈川予選にね、出させていただいて、無事優勝しました。結果はやっぱ結構圧倒的でしたね。僕たち強いんで、はい、誠くんとか隼人くんとかいろいろいるんですけども、そんな中でね、まあ少しね、スクールウォーズの、10月3日かな、10月2日どっちからに、スクールウォーズの全国大会みたいな、最強決定戦がクラブチッターで行われるんですけども、そこにね、出場させていただくということで、まあそこでもね、十分にもう暴れて、ハイライトクソ残しまくって、絶対優勝してくると、ここで宣言します。ということでね、はい、それでね、スクールウォーズ、こちら、クローズっていうね、僕が所属してる、まあ知ってる方もいると思うんですけども、クローズというチームで、ストリートチームで、いつもね、フーズだったり、サムシティだったりとか、千葉も優勝したんですけども、今回もこのチームでね、スクールウォーズ取って、次、クラブチッタで、まあ全国大会があるんですけども、ということでね、少し、僕のね、チームを知ってもらおうということで、今週1週間、まあ多分5本ぐらいかな、5人、うん。僕のね、クローズのチームメイトとワンオンワンしていきたいと思います。一人ずつね。その中にはまあ、誠くんとか、隼人くんもいるんですけども、他にもね、こう、いろいろ武器を持った面白いプレイヤーがいて、まあその人たちもね、ちょっと紹介したいと思って。で、僕らのね、このクローズっていうチームも、やっぱ皆さんに知ってほしいと思って、一人ずつね、ちょっとワンオンワンしていくんで、ぜひ、見逃さないように一人ずつ。はい。でね、まあそのチームで、今度クラブチッターである、まあスクールウォーズ全国大会、優勝していきたいと思います。マジでやったります。最強なんで俺。もう俺のドライブ止めるレースいないんで、最近動画負けてるけど。ということで、まあ今回はね、まあその記念すべき一人目、やってみましょう。誰なんでしょうか。実はね、結構有名なんですよ。今回一人目も。それでは、レッツラゴー！ウェイ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 ！回してる？はい、皆さんましょう。ということで、本日、ワンワンさん、お相手は、この前にね、見てください、ここのコート。映えるね、もう。すごい、海老名。海老名にあるコートなんですけど。今流行りのオーバーサイズ T シャツ、ナイキで発売中。お前も後で撮るから。3XL だよ。ということでね、まあ、こんなに映えるコートに来たんですけど、本日、超大物、小出修也くんです。ちょっと今週は、この僕が所属しているこのクローズっていうチームのメンバー週間、一人ずつ思わせてくれて、2つ目もできそう。ということでね、まあ、彼のちょっとした経歴を言うと、埼玉県出身で、高校柏木時代、まあ、僕の代から結構出てて、あ、1個下なんですけど、で、なんか結構調子乗ってて、本当にこう、すかしてる感じの人だったんで、マジでアンチ、マジでお願いします、あれ、ハリア君と同い年、誰ハリア君、ポーズだから、健全にやつ、お前さん、あいつもキャプテンだから、バシャーにしたいキャプテンだから、え千葉県大会、
番強いのは長島なんだよ。分かるカネヤクザキさん。あれ8、8、5。先輩なんで一応クローズね、そんな関係ない、先輩俺は強かった、そう、あれが強いってことなくて、ただも下手、俺が下手、下手くそでした、ありがとうございました。